なあなあ霊夢、ベトモンって最近どうなんだ？今まではよく名前を聞いていたけど、最近あまり聞かなくなったから気になっちまってさ。よし、じゃあ今日はベトモンをゆっくり過去から現在まで歴史を振り返った上で、現在のベトモンがどうなのか話していこうと思うよ。うっそう楽しみなんだぜ。ちなみにベトモンがどんなブランドかはこの動画で解説してるから、ぜひとも合わせてチェックしてみてほしいよ。概要欄に貼っておくね。今日は1戦争を経験したデザイナーで無な、2現在までを振り返る、3ベトモンはオワコンなのか、の順で解説していくよ。それじゃあゆっくりしていってね。まずは軽くおさらいだ。ベトモンってどんなブランドだったか説明してみて、マリサよ。デムナ・バザリアによって設立されたブランドなんだぜ。彼は、マルジェラやルイ・ヴィトンでのデザイナー経歴があって、今はバレンシアガでデザイナーをしているんだぜ。そうだね。彼はすでにベトモンを去り、今はバレンシアガに専念しているね。ベトモンは弟のグラム・バザリアが取り仕切っているよ。ベトモンは、ジョージア出身のデムナ・バザリア、グラム・バザリア率いるフランスのデザイン集団によって2014年に設立されたブランドだ。ジョージアは世界の治安ランキング91位で、軽犯罪がまあまあ多い国なんだぜ。ちなみに2021年、デムナは母国ジョージアの大統領から名誉勲章を授与されてるんだぜ。よく知っているね。彼のルーツであるジョージアは、後々ベトモンのデザインに色濃く反映されているんだ。例えば、デムナがバレンシアが就任後に WFP、国際連合世界食糧計画とのコラボアイテムを販売していたのは知ってるかな？有名なデザインだよね。もちろん知っているんだぜ。世界では9人に1人が飢えに苦しんでいると言われているんだぜ。国連の食糧支援機関である WFP は、飢餓と戦う世界最大の人道支援機関だよ。実はデムナ・バザリアはジョージアでの戦争で、一家で亡命を強いられた過去があるんだ。華やかなベトモンの書を見ていて、どんな素晴らしい経歴があるのかと思っていたらまさかの戦争経験者だったんだね。食べ物もなく、貧困にあえいだデムナ一家は激しい戦闘を避けながら、コーカサス山脈を乗り越え、ボロボロになりながら亡命生活をしていたんだ。そんな時にバザリア家を含む国内避難民に救いの手を差し伸べたのが、WFP なんだよ。そんな縁があったんだね。バレンシアガで WFP プロジェクトを発足したのは、彼が戦時に助けられたという過去があったからなのか。その時のことを、彼はインタビューでこう語っているよ。私が12歳で、住む場所もない時、WFP に食料をもらったんです。彼らはパンや穀物をヘリコプターで山奥に届けてくれました。まるでハリウッド映画の筋書きみたいに聞こえると思いますが、真実です。本当に起きたことなんです。デムナ・バザリアにそんな壮絶な過去があったことを知っている人は少ないと思うんだぜ。そうだね。彼の紛争の中で育った幼少時代は、ベトモンを語る上で必要になる知識だから話させてもらったよ。よし、今からベトモンを全力で振り返っていくよ。なんとかついてきてくれ、マリサよ。当たり前だろ、マリサさんだぞ。とりあえず無理しとこう。ベトモンのデビューは2014年で、最初のコレクションは2015年春夏だ。後に世界を揺るがす手が全て隠れるロングスリーブデザイン、あまりにも大きいサイズ感といった遊び心あふれるデザインはデビュー時から健在だったようだ。そして2015年秋冬コレクション、このコレクションから、ベトモンは地味にだけど注目され始めるよ。おお、このムートンコートやパーカー、見たことがあるんだぜ。確か2015年開催のコレクションシーズンで、モエヘネシーのファイナリストにデムナは選ばれるんだよな。その通りだ。モエヘネシープライズでモエヘネシーがコレクション等を評価し、見事グランプリに選ばれたら、賞金約5000万円。そしてモエヘネシーによる1年間の技術的支援と金銭的支援を得られるんだ。それは最高の得点なんだぜ。デムナはグランプリには選ばれなかったものの、ブランド設立1年でファイナリストに選ばれるほどの記載として巷では有名になっていくんだぜ。同年のファイナリストには、オフホワイト創立者の個人バージル・アブローもいたよ。ちなみに2014年度の特別賞はフットバイエアのシェーン・オリバーだ。うわぁ、フットバイエアって懐かしいブランドだな。確か最近再始動したブランドだよね。ヘルムート・ラングに専念するために HBA を休止したんだっけか。さて、次は2016年春夏コレクションだ。ここでベトモンの人気に火がついたと言われているね。世界中に熱狂的なファンが生まれ、あの堀江貴文もインスタグラムで謎にベトモンをフォローしてたな。マジで謎やな。にしてもこの左の T シャツ、運送会社 DHL の T シャツだよな。なんで配達員がコレクションに紛れているんだ？ははは、そう思うのも無理ないな。実は DHL とベトモンの公式なコラボではなかったんだよ。発売前はロゴ使用権をめぐり DHL とトラブルになる可能性が示唆されていたんだ。マジか、勝手に発売されたら訴訟になりかねないよな。結局大丈夫だったの？ DHL の元 CEO であるケン・アレンがロゴ T シャツを着た写真を Twitter に投稿して、ベトモンと友好関係であることをアピールしていたよ。ただ、この T シャツが4万円することは巷ではクレイジーだと言われていたようだね。仲良くて安心だな。にしてもクレイジーなのは間違いないんだぜ。同時期に、ラッパースヌープドッグの古い写真をモチーフにした T シャツが販売されたよ。現在も定価以上の価格で出回っているレアアイテムだね。当時のベトモンは、ルイ・ヴィトンもラグジュアリーブランドではない。ラグジュアリーとは常に入手するのが難しいものだ。
故にベトモンは少量生産や一度に購入できるアイテム数に上限を設けることによって希少価値を高めていると発言していたんだ。通りでこの年のコレクションはまだ価格帯がぶっ飛んでいるわけだね。このタイタニック風ビナンテイマでも30万円前後で販売されているアイテムなんだぜ。2016年のジェスティン・ビーバーのアルバムパーパスのライブツアーのために作ったアパレルグッズはベトモンからインスパイアを受けたアイテムだと言われていたよ。うん、もうデザイン酷似しているもん。これで胸バザリアは何も言わなかったのか。言ったよ。2016年秋冬コレクションで披露したルックの中に胸にジェスティンフォーエバーとプリントされたフーディーを着用したモデルが登場したんだ。つまりまあブラザーって感じだろ。フレンド超えてブラザーって感じだな。DHL の件といい、直接的ではなくショーやツイッターなどで親密な関係を表明するの、なんかいいよな。一種のパフォーマンスみたいで、見ていて楽しいよね。2016年秋冬は、ストリートとテイラリングが交錯する独特なムードがあるコレクションだったよ。実は2016年秋冬がメンズコレクションを交えた初めてのシーズンだったんだ。そうだったんだね。さらに熱い期待が寄せられたに違いないんだぜ。ジャケットとシャツ、ブリーフスカート、それからスラックス。まるで学生服を思わせるルックから始まったコレクションだけど、次第にスカルのプリントやパープルのビッグ MA1 といった、ダークな印象の、いわゆる不良っぽさを匂わせたルックが多くなってくるんだ。当時は日本のどのショップでベトモンを販売するかがファッション業界でかなり議論されていたんだぜ。最終的に、アディッションアデライデで販売されたようだね。よく知っているね。販売数生産数も限られていたからな。オンラインはエッセンスでのみ最初は取り扱っていたみたいだ。次は2017年春夏コレクションだ。このコレクションの面白いところは、合計18個のブランドとコラボをしたというところだよ。 18? 多すぎはロリンポロリンなんだぜ。ポロリンってなんだよ。ジェルソンやチャンピオン、リーバイスやドクターマーチン、リーボックといった誰もが聞いたことのあるブランドとコラボをしたんだ。ベトモンは当時一番業界で注目されていたブランドだからこそ、どのブランドもコラボを承諾してこのビッグウェーブに乗っかろうとしていたんだね。この垂れている紐みたいなのはなんだ？それは、紐だ。それ以上でもそれ以下でもない、紐だ。この紐があれば、路上で喧嘩になった場合紐攻撃をすることが可能だ。何言ってんだ。シーナリンゴもテレビで着用していたアイテムだね。フーディが10万円、パンツは9万円と驚きの価格だ。今思い出したけど、ベトモンってマジで高すぎて当時話題になっていたよな。強気価格とかの次元を超えていた印象があるんだぜ。確かにそうだね。新鋭ブランドにしては前例がないくらいの価格だったからな。それが原因で一部のファッションメディアが批判的な内容を発信するってことも珍しくなかったんだぜ。2017年春夏の後日に、コレクションで発表していないベトモンとリーボックのインスタポンプジュエリーがリリースされたんだ。ファッショニスタがこぞって履いていたよね。確か9万円くらいでエッセンスで販売されていたんだぜ。ちなみにワイもよく履いていたけど、通りすがりのおばちゃんに落書きされたの？って心配されたんだぜ。これは落書きされたと言っても仕方がないな。がははは。2017年秋冬では、典型の描写を題したコレクションを披露したよ。パリコレらしからぬ、普通の体型をしたい意味でその辺にいそうな37人を起用したんだ。まさにデムナの世界観って感じだな。ファッションの系統も10人と色という感じだ。パンクやダークな印象のストリート、アウトドアといった様々なルックがあったよ。その緑のレザージャケット、アディッションアデライデに置いてたんだぜ。100万円くらいで売られていたんだぜ。とんでもないアイテムだな。普通に売れてたらしいね。これを買う人は生粋のファッショニスタ、そしてお金持ちですな。ちょうど同時期、ソウルでベトモンのイベントが開催されたよ。多くのレプリカアイテムが実在する韓国からインスパイアされた、エクスクルーシブなカプセルコレクションだ。ちなみに Y の友達はわざわざこのカプセルコレクションのために韓国に遊びに行っていたよ。倉庫で開催されたイベントで、様々な限定品が販売されたんだ。こういうの、一回でもいいから行ってみたいんだぜ。そして、この時期に発売されたのがベトミームスだ。ベトモンのブランド名に酷似した、パロディブランドだね。かなり売れて、在庫切れが多かったんだ。若干22歳の建築家学生デビルトランが手掛けたブランドで、まさかのベトモン公認のブランドとなったんだ。やったもん勝ちだよな。ブランド名に含まれるミームは、流行トレンドを面白おかしく表現するという意味があるんだぜ。ヌビアンというセレクトショップでベトミームスを取り扱っていたね。次は2018年春夏だ。スイスの首都チューリッヒにてストリートを歩く人々をモデルに起用するストリートキャスティングを採用したコレクションだね。アンブロやトミーヒルフィガーとコラボしたルックが多かったよ。DHL の T シャツの新型モデルが発売されたシーズンでもあるね。なんかこのくつ気になるんだけど、絵文字みたいのひっついてないか？いつ気づいたね。絵文字がデザインされてるポンプだ。定価は10万円程度だね。やべえ、いよいよついていけなくなってきた。同時期、ドイツのメタルバンドであるラムシュタインをデザインしたアイテムをリリースするよ。実は、デムナはラムシュタインのファンでもあるんだ。ラムシュタイン知らない人からしたらなかなかの恐怖 T シャツなんだぜ。2017年11月、香港で DHL 一色で埋め尽くされた限定ポップアップがあったんだ。ベトモン知らない人からすると、運送会社のセレモニーだよな。DHL の新入社員歓迎会でもやってるんじゃないかって思うはずなんだぜ。それは確かにそう。そして2018年秋冬コレクションが開催されるよ。
壊滅的なミリタリーパンツに、ストリート&オーバーサイズというデムナワールド炸裂のコレクションだ。スカーフを取り入れたルックが多いんだぜ。多種多様ながらモノのミックスが目立つね。80年代、90年代のヴィンテージ古着に見るカオスな雰囲気がたまらないんだぜ。2019年春夏コレクションだ。前半で解説した、デムナの戦争に対する恐怖心、そして怒りを投影したコレクションだったよ。デムナのふるさとであるジョージアの街中でハントした一般人をモデルとして起用したコレクションだ。ミリタリー由来のアイテムが主軸を占めているよ。戦争や恐怖を連想させるコレクションだとわかるんだぜ。そしてジョージアの文字もデザインされているんだね。このコレクションで披露された超攻撃的なダットシューズは、リーボックとのコラボのものだ。2017年春夏には及ばないけど、多くのブランドと手を組んでいるコレクションでもあるよ。オークリーとのコラボによる新感覚のサングラスもその一つだ。デムナが小さい頃に経験した戦争の攻撃性を落とし込んだんだろうね。これ、銃刀法違反で香川県警に検挙されないかが不安なんだぜ。なんで香川県警なんだよ。今さぬきうどん一番食いたいからだよ。知り滅裂。2019年秋冬コレクションはあまりフォーカスされなかったけど、政治に対する皮肉や、インターネット時代、誰もが闇に触れられるという警告を歌ったコレクションだったよ。どこかで見たことがあるデザインだと思ったら、ヒカキンが着用していたアイテムか。デムナはメッセージ性を持ったコレクションを披露することが多いんだね。メッセージ性が強いアイテムこそベトモンの魅力でもあるからね。お次は2020年春夏のコレクションだ。パリのマクドナルドで急に、何の予告もなく始まったコレクションだ。観光客もいる中、急に始まったんだよ。Y が観光客だったら超驚いてるんだぜ。にしてもマクドナルドで開催ってなんでだ？デムナはマクドナルドが好きなの？デムナが少年時代の話だけど、ソビエト連邦からジョージアの西側に入ってきたマクドナルドはまさに新鮮で、異次元の存在だったらしいんだ。マクドナルドが異次元。お金持ちの子供は誕生日にこぞって親にマクドナルドに連れて行かれ、パーティーをしていたそうなんだ。マクドナルドで祝うこと、これは彼にとって特別であり、ジョージアでは富裕層のイベントだったんだよ。それを大人になり、違う形でデムナは表現したんだね。マクドナルドでのコレクションはデムナにとっての祝いってことなんだぜ。そうだね。そして2019年の9月にデムナバザリアはベトモンを退任することになるよ。バレンシアガへの専念が大きな理由で、弟のグラムバザリアにベトモンの主導権が渡ったって流れだ。正式にグラムバザリアがベトモンのクリエイティブディレクターになったのは2021年のことだ。それまでは CEO としてベトモンの経営側を主に支えてきたわけだね。もちろんデザイン側も見ていたよ。2018年から2019年あたりに、ベトモンの勢いが低迷し始め報道機関がベトモンは終わったと発信していたけど、売上面は全く問題がないとグラムが発言していたんだぜ。デムナ離脱後の初めてのコレクションが、2020年秋冬コレクションだ。デザインに大きな変革もなく、ソーシャルメディアはいらないなどのメッセージ性のあるルックも登場したよ。同時期に、退任したデムナバザリアへの愛が感じられるアイテムをリリースしたよ。バザリアを大統領にというテキストが刺繍されているんだ。おお、さすが兄弟愛が感じられるんだぜ。と思いきや、数ヶ月後にベトモンがバレンシアガをインスタグラム上でディスったんだ。こりゃどう見てもパクリだよな。一種のパフォーマンスだと思うんだぜ、ガハハハ。そして2021年秋冬コレクションだ。燃えている背景に加え、魔界的な雰囲気を持ったルック、とてつもない存在感だ。そしてバレンシアガのキャンペーンロゴ T に似た T シャツもあるね。同時期、ハンバーガーセットを発売するよ。最高品質の食材のみを使用し、熟練した職人によって調理されているそうだ。やりたい放題だな。2022年春夏コレクションでは、プラダを着ない悪魔のパーカーや、カオスなデジタルデザインをまとったルックが注目されたよ。2022年秋冬は、暗号通貨の新時代における豊かさをテーマに掲げたルックだ。伝統的なパターンメイキングと最新のデジタル技術を駆使してクチュールのシルエットを再現しているよ。最近はランウェイ形式ではなく、ルックでの発表が多いんだね。2023年春夏コレクションは、2022年7月7日にパリで行われるよ。実に2年半ぶりだね。久しぶりにショーを開くんだな。楽しみなんだぜ。最近、ジャスティンの妻であるヘイリーがベトモンのジーンズを履いていたね。懐かしいシーズンのジーンズだね。シーズンとジーンズかけた？んなわけねえだろうが。ちょっと聞きたいんだけどさ。ベトモンって終わったブランドって言われることがあるけど、霊夢は正直どう思う？ベトモンオワコン説、これはよく聞くし、最近話題に上がってこないのも事実だ。一時期は、知る人ぞ知る、マルジェラ出身の精鋭デザイナーズ集団による謎のブランド、ベトモンとして大きな話題を呼び、ファッショニスタを中心に話題となっていたけど、話題になりすぎたがゆえに、その名が広く知られてプレミア感ミステリアス感が希薄になっていった印象だ。話題になりすぎ、熱狂が薄れていくか。一時代を築き上げたブランドには必ず訪れる宿命だと思うんだぜ。そうだね。オフホワイトやフードバイエアなどのラグジュアリーストリートの先駆けであるブランドでさえ、熱狂はいずれ落ち着き、逆に来ていると時代遅れだとまで言われたくらいに人々は流行にシビアだ。Y はオワコンになったと世間が口にするようになってからこそ、ブランドの勝負どころだと思っているよ。実際デムナやグラムが、ブランドの定着には最低でも10年はかかる、と発言していたように、
長い時間をかけてブランドの確固たる地位を築くのが、ブランドとしてのあり方だと思うからな。確かに、歴史が浅いものよりも、歴史が深い方が人々は評価するイメージはあるんだぜ。ベトモンの爆発的な流行は確かに過ぎ去ったけど、ブランド自体が終わったというわけでは全くないんだ。オワコンと言われてるだけありがたいってことさ。そもそも始まっていないブランドなんか山ほどあるし、オワコンとすら表現されないもんな。最近のベトモンは、移行期とも言われているんだぜ。ブランドとして、どのような戦略でベトモンをより安定的に売り出していくか、これからが見ものだね。ラフシモンズのように、10年後、20年後にベトモンの過去のアーカイブが伝説になっていくのかがよく議論されているよね。霊夢はどう思う？それは知らん。最後はなぜあり。さて、今日はベトモンの創立から現代までをゆっくり振り返ってきたけどどうだったかな？よりベトモンを知ることができたんだぜ。最近のベトモンはルック形式の発表が多くて、なかなか話題に上がってこないけど、7月に小形式で発表があるからチェックしてみるんだぜ。そうだね、非常に楽しみだよね。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。